1月19日水曜日、せーの、アボーサー。はい、ちょっとおはどうのみんな、ついにやってきました。1997年の10月からスタートしたおはたら、今日でなんと生放送5500回目を迎えました。さあ、そしてね、まさに今、子供向け生放送テレビ番組の最多エピソード数として世界一になっちゃうかもしれないんだよ。すごいな。ただいまギネス世界記録に挑戦中なんです。すごいよね。さあ、今日はね、めちゃめちゃ大事な日だから、みんなよろしくね。お願いします。よっしゃ。さあ、ということでギネス世界記録の公式認定員でいらっしゃいます藤渕さんがスタジオに来てくれてます。よろしく。おはー。おー、スタジオから生放送を見届けさせてください、はい、そして無事生放送が進行されましたら、はい、本日の放送分含めた生放送回数5500回のこちらの認定証をお渡しします。ありがとうございます。よっしゃ、楽しみにしてよ、はい、さあ、そしてね、今日は記念すべき日にドラグニールも遊びに来てくれてるぞ。ドラグニール、おーはー。ギネス世界記録に認定される日になるかもしれないということで、プレゼントも特別版でお届けします。じゃあ、今日だけの限定のおはスタ特製パネルでございます。おはスタメンバーのサインを入れて抽選で1名様にプレゼント。すごい、これは欲しい。さあ、それでは制限時間は5秒や。いくぞ、せーの、おはスタ。1本決めてよ、はい、わ、いいね、オッケー。さあ、今撮った写真と今出てる文字を並べてタグ付けして、朝8時までにツイッターへアップしてね。はい、おはともは保護者の方に手伝ってもらおう。イエーイ。さあ、果たして生放送を無事終えることができるのか、歴史的瞬間を一緒に見届けよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ギネス世界記録。おはスタが現在挑戦中のギネス世界記録、世界の偉業や驚きを公式に世界一として認定しているんだけれども、もともとはヨーロッパで最も早く飛ぶ鳥はという疑問をきっかけに、世界一の記録を集めた本として誕生したんだ。毎年世界各国で新たな記録が生まれていて、現在登録されている記録の数
約5万8000どんな記録があるかというと、世界で一番口が大きい人やヒゲや爪の長さが世界一など体にまつわるびっくりな記録や、世界で最大のハイキングブーツ、世界で一番高い建造物など超すごい記録ばかりが登録されているんだ。みんなも知っている大谷翔平選手もなんと2つのギネス世界記録保持者。1つ目はメジャーリーグのオールスターゲームで投手と打者の二刀流として初めて先発出場を果たした選手。2つ目は1シーズンでピッチャーとして100イニング100奪三振を記録し、バッターとして100安打100打点100得点以上をマーク。投打で素晴らしい記録を残した選手として登録されているぞ。そんなギネス世界記録にオハスタは子供向け生放送テレビ番組の最多エピソード数として挑戦中。挑戦の始まりは今から25年ほど前、スバニーがまだ小さかった頃まで遡る。1997年10月1日オハスタ生放送開始。おはスタの歴史、それはおは友の笑顔の歴史。みんなの笑顔を見るため元気いっぱいの生放送を続け、放送から4年後おはスタなんと全開。放送は1000回を超え、いつしか日本の朝を象徴する番組へ。おはスタから羽ばたいた卒業生は今も人気者、いろんな分野で大活躍中だぞ。すごい。2016年18年半番組を引っ張った山ちゃんが卒業、 MC のバトンは花ちゃん小野ちゃんが受け継ぎ、ついに放送回数は実は今日はなんと5000回目の放送なんです。放送回数は5000回を超え、そのバトンはスバニーがバッチリ引き継いだぞ。そして今日オハスタに新たな歴史が誕生する。すごい、うわすごいよね。さあお兄ちゃんどう、今の見てみて。すごい、山ちゃんがすごいやっぱ懐かしいというか、うん、今立派なねモノマネ芸人さんになられてるからすごい。違うよ、声優さん、声優さん、声優さん、そう、山ちゃんが懐かしい。すごいな、5500はすごいよ。そうだよね、うん、25年っていう歴史も ね。さあ今見てくれてるおはとものみんな、うん、最後まで一緒に見届けてくれよな。おはとものみんな、さあ一緒に行こう。ナポトキングダム。潜水艇の燃料となる樹液を手に入れるため天まで伸びる謎工事を登る松丸くんたち。もう相当登っている気がするんだけど全く先が見えないよ。ああ不思議な音楽が聞こえてきた。先はまだ長い、もう帰りな。出たな、そういうわけにはいかない。クリーのひらめきタイプの夏月が解ければDJ に向いているかもしれないよ。問題が出てくるよ。ハテナに入る飲み物は何？みんな力を貸して。オッケー。それではおはともみんな一緒に考えてみよう。上。向き。上の絵は公園だから。公園動物たちが何か話している。公園。音符に文字が入るみたいだけど。鳴き声鳴き声。何ですか？キツネはコンじゃない。だからコウウエうんコンで挟んだら。だから選択の時だ。音符に動物の鳴き声を入れて読んでみよう。キツネはコンと鳴くから公園、牛はモーでモンキー、犬はワンと鳴くから答えはワインだ。よし、なんとクリア。やったね、ゆ
は幻覚を見せていてごめんね。ここはすでに頂上だよ。え、それにしてもすごく巨大な家だな。ここに巨大な謎者がいるのかな。マシュマロくんたちの運命は楽しみに。この後はドラグニューが面白いクイズを持ってきてくれたぞ。世界一になるためにみんなで全問正解しようドラ。面白すぎてギネス世界記録に認定です。Do you know, do you know that you shine? 太陽下で待ってよ、Let me know だけど曖昧。 Hey, are you smiling? 最高の好きで好きで君が好きで、いつだって君とグッデス。 30センチの片思い届きそうで届かなくて、こんなに近くにいれるのに掴めなくて、やっぱの朝は教えとけ。大地、ああ、目覚まし授け。長谷、いいぞ。ママ、バーボ春雨食べたいな。いいわね。他に材料はいらないし、簡単で美味しいのよね。はい、はいはいはい。助かるわ。長谷のバーボ春雨。本物は。クイズドラグニセール。さあ、今から A と B の2つのものをアップした映像が流れます、はい、そのうちどっちが本物かを当てるゲームです、はい、そしてこのゲームに参加したいと投稿されたお頭の港くんと繋がってるドラ、うん、おーはーおーはー、おーはー。さあ、まずは港くんとこちらの挑戦していただきます。みんな今日はちょっとギネス世界記録かかってますので、うん、全問正解よろしくお願いします。みんなで頑張ろう。さあ、それでは第1問、A と B のうちイルカはどちらでしょうか。イルカ、イルカ、クイズドラグニテール。頭チャンスです。どっちだ？
かった。これみんなで正解できたね。全員正解だね。全員正解で、ね、すごい。みなとくんがドラグニルの絵を描いてくれてたドラ、ね、すごい。最高だぜ。というわけで、はい、ゲームは楽しかったドラね。ドラと友達になってくれるドラ。みなとくん楽しかったから友達になろう。やったドラ。ありがとう。また来週もゲームを持ってくるドラ。うん、みんなギネス世界記録認定まであと少しだ。それではスネビスマに記念すべき日のお天気よろしくだーぜ。かしこまりました。本日のお天気です。福岡から東京は晴れ間の出るところが多いでしょう。札幌も日中は晴れてくる見込みです。最高気温は昨日と同じくらいのところが多いですが、強い北風は収まるでしょう。以上お天気でした。ありがとうな。たまごっちスマート。海からグミの魚を釣り上げろ。グミが切れたらゲームオーバー。ください。やりゃった釣りグミ、キャン限定味出た。シャドバブの敗部。シャドバブを救うためには君の力が必要じゃん。一緒に頂点目指して戦おうよ。俺たちのシャドバはここから始まる。シャドバブチャンピオンズバトル、得点はこれだ。シャドバよ、シャドバとコラボっつってんのよ。よう、シャーマンファイトに出る前にシャドバを制するのよ。さあ、スペシャルシャドバ特訓始めるわよ。コラボ実施中、早く私に楽させてちょうだい。あー、なんて可愛いの。どのくらいの大きさになるの。どれだけ愛するか。うわ、朝起きたら、子犬がでっかくなっちゃった。そこの体重計に乗って体重は重い。何でもできるような気になれたのに。想像もでっかく超えちゃうハプニングが待っている。追いかけちゃダメ。クリフォードに会いに行こう。でっかくなっちゃった赤い子犬、僕はクリフォード。でっかくなりすぎだろう。まとものみんな、ついにこの時がやってきました。ポスターの皆さんは生放送5500回見事達成しましたので、最多エピソード数としてオハスタをギネス世界記録に認定しました。やったー。うわ、嬉しいね。さあ、ヤマちゃん、そしてハナちゃん、オノちゃん、そしてね、これまでオハスタに携わったみんなを代表してスバニーが受け取らせていただきますよ。いいですね。うわー、すごいよ。うわ、いや本当に25年という歴史、そして5500回というこの歴史の、ね、重みを今スバニー感じています。オハスタはこれからもね、オハ友のみんながワクワクするような世界一の朝をお届けしていけるように頑張っていくから、これからもね、最高の思い出一緒に作っていこう。そして1万回目指してこれからも楽しんでいこうね。やろう。ではね、スタジオに遊びに来てくれたみなとくんも今日はどうもありがとう。ありがとう。さあ、じゃあみんな最後はこれで締めよう。いくよ、せーの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。僕の笑顔が素敵だってよく言われるんだ。僕もみんなの笑顔が大好きだよ。うんうん、笑顔が一番だよね。ダイさんは朝から忙しい。みんな揃ったな、朝礼をするぞ。上司がいません。うん、俺が上司だろ。仕事をしてくれる上司がいません。そんなの僕もいないことになっちゃうよ。それもそうだな。こいつら何しに来てる。さあ朝礼を始めるぞ。新しい社訓を考えながら昭和しろ。忘却に不可能の文字はない。忘却に休日の文字はない。暇があったら仕事をすればいいじゃない。暇がないから仕事を減らせばいいじゃない。サイは投げられた。サジは投げられた。てめん、真面目に昭和しろ。お前は真面目に仕事しろ。朝礼ってだるい。仕事のやる気がそがれるよ。そうか、朝礼は中止。そのおかげでやる気に満ち溢れているだろう。会社中の仕事をお前らに頼む。むちゃくちゃすぎる。むちゃくちゃで思い出した。俺はお茶が飲みたい。誰かこいつを止めてくれ。僕が入れてくるよ。その代わり仕事よろしくね。不平等じゃない。
パンダのやつ全然帰ってこないよ。あいつなら南アルプスに行ったぞ。あ、美味しいお茶を飲ませたいらしく自らこだわりたいみたいだ。いやー、イブが思ったな。お茶を濁すのだけはうまいな、あいつ。テイクオーペンギン。チェックチェック、腕回るかな、チェックチェック、腰回るかな、チェックチェック、膝回るかな、大丈夫 OK、 今日もなんとか頑張れる、毎日毎日チェックチェック、ちっちゃな健康積み重ね、毎日毎日チェックチェック、みんな一緒にチェック体操。コンパクトで持ち運び簡単。